リュート。リュート、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 ラウテは発言楽器の一種で、主に中世からバロック期にかけてヨーロッパで用いられた小楽器群の総称。ひとまとめにして、リュート族とも呼ばれるこれらの楽器群には、時代や目的によって様々な形態のものがある。リュートは、アラブ文化圏のウード、および中国や日本の琵琶と近縁の楽器であり、いずれも、 中央アジアの、お祖先とする楽器であると考えられている。このため、ルートは日本語では、曜日和と訳されたこともある。ルートやウードの名前は、木を意味するアラビア語のある、ド、アルウードに由来するとされてきた。英語では、ルート奏者は、ルタニスト、ルート制作者は、ルティアという。今日、ルートと呼ばれる楽器の構造上の特徴は、ルネサンス期に作られた。 いわゆるルネサンスリュートで代表することができる。それ以後のリュート族の楽器は、ルネサンスリュートを改良、改造しものであるので、ルネサンスリュートと多くの特徴を共有している。ルネサンスリュートの構造の概要は、以下の通りである。材質は、通常木製である。ボディは、用なしを半分に切ったような形状と表現されることが多く、 背面が丸く湾曲しているのが特徴。前面はクラシックギターと同様に薄い表面板がある。表面板にはギターのサウンドホールに相当する穴があるが、これはギターのようにただぽっかりと空いているのではなく、通常、唐草模様をはじめとする幾何学模様などの図案が表面板に透かし彫りされており、これをローズ、ローズ、バラのやるいはロゼッタと呼ぶ。中世から、 ルネサンス初期のものにはローズが表面板とは別にはめ込まれているものもあり、大型の楽器では複数のローズを持つこともある。背面はリブ、リブス、肋骨の糸と呼ばれる両端が細くなった形の湾曲させた木片を並べて組み立てられており、これにより深く丸まった独特の形を形成している。リブはバナナの皮を剥いた時のような形でもあり、リブの組み立ては 地球儀を作る時の原理と似ている。楽器の強度を高めるために、表面板の裏には力木と呼ばれる酸が張ってあが、中空になったリブの内面には力木はない。ネックは軽い木で作られるが、弦の下の指板、フィンガーボードには、エボニー、黒炭などの耐久性の高い硬い板が付けられている。指板は、ルネサンス期までは平坦で、イン後は、カーブのあるものが増える。 現代のギターなどとは異なり、指板の表面は胴体の表面板と同じ高さである。指板には通常ガットを巻き付けたフレットがあり、高音域には木製などのフレットが表面板に直接貼り付けられている。ルネサンスリュートはヘッド、ネックの先端にあるペグを固定する台座が後部にほとんど直角に折れ曲がっていて、これはおそらくナット・ネック側で弦の振動を止める部分。 ネックの折れ曲がる部分に位置するに、テンションの低い弦を密着せるための工夫と思われる。ペグは木製のシンプルなもので、テーパーがかかっており、先端がペグボックスの穴に差し込まれているだけで、ギアなどの他のチューニングのための仕組みはない。ナットやブリッジは、高質の木材、時には、造毛や骨で作られており、ブリッジは、ギター同様表面板に直接取り付けられている。 このような構造のため、リュートは大きさの割には軽い楽器であると得る。リュートの弦はコースに従って配置されている。コースには通常高音側から順番に番号を振る。リュートは一つのコースに二つの弦を持つ、復弦が第一コースだけは単弦になっており、これは旋律弦、シャンタール、フランス語で歌ュの意と呼ばれるバロックリュートではしばしば第二コースも単弦であった。 第2コース以下では、復元はユニゾン、またはオクターブで調律された。8コースのルネサンスリュートは15本の弦を持つことになる。弦は、歴史的には、ガット弦が用いられていた。低音弦としては、はじめ複数のガット弦を紐のようによじったものが用いられていたが、音像が明瞭でなかった。これが、低音のコースで、オクターブ調弦が用いられた理由とされる。 17世紀前半には、鉛などの重金属をガットに染み込ませ重くした低音源が用いられていたとも言われている。17世紀中頃には、ガットの芯に細い金属製のワイヤーを巻き付けて作った、いわゆる巻き弦の仕様が一般的になった。現代では、ガット以外にツリー糸などで、一般的なナイロニやフロロカーボといった合成繊維は弦として用いられることも多い。なお フランス語、英語などのルティアという言葉は、文字通りは、リュート制作家を意味するが、バイオリンギターなど弦楽器の制作家一般も指す、語である。すでにサーサーアン・アサ、ペルシアにおいて、原型となる楽器が用いられていた。雫型の本体と後ろに折れたヘッドを特徴とし、基本的にリュートと同じ形をしている。4弦で、小さなバーチを用いていたようである。 と呼称されていたらしく、これが、西伝して、リュートになったと言われる。一方、東伝したものは、五冠の頃、中国に入り、最初、古今と呼ばれたが、ウイグル語からの音訳で、琵話となったらしい。奈良時代に、日本にもたらされた。リュートがヨーロッパに最初に現れたのは中世で、十字軍によって、中東からもたらされたとか、 スペインのイスラム教徒とキリスト教徒の分裂を横断して運ばれたなどの説がある。当時のリュートは4コース、または5コースで、バチで弾いていた。15世紀頃までのリュートは、博物館等に残存しているものが少なく、その後のものに比べて、楽器の形状や奏法、レパートリーなどについてはわからない点も多い。ルネサンス期になると、ポリフォニーが主流となり、 音楽が多音化した一方で、即興的な早いパッセージ、ディミニューションが行われるようになった。このような音楽の演奏に有利なように指で直接、または指に柔らかいパッドをつけたもの、現代のギターのような爪ではないで弾くようになり、バチは廃れていった。16世紀頃からコースも6つを超えて増えていき、ルネサンスのリュートは、ソプラノ、アルト、テナー、バスなど、 様々な大きさのものが作られたが、テナーリュートが最も一般的であった。当時リュートは、ソロの楽器としても、また歌の伴奏や合奏でも広く使用されたと思われる。今日まで残るルネサンスリュートのオリジナル楽器の多くは16世紀頃に制作されたものであり、様々なコース数や大小のモデルを博物館などで見ることができる。このことから、この頃には、宮廷や、 民衆の間でリュートは非常に人気の高い楽器であったことが推測される。この時代にはイタリア半島を中心に高い技術を持った工房がいくつも存在しており、これらの工房が制作した楽器は改造するなどして、後年まで長く用いられたと言われる。なお、イベリア半島ではリュートはあまり用いられず、ビーエラと呼ばれるギターによく似た形の楽器が主に使用されていたとされる。 証言はロックコースのルネサンスリュートと同じであることから、ビューエラで、リュートの作品を演奏すること、またその逆は常に可能である。しかし、リュートとビューエラは、楽器学上謹慎関係にある楽器とはみなされない。ルネサンス末期に、フィレンツェのメディチ家宮廷のカメラータで、いわゆるモノディオ式が誕生し、それまでと違った、いわゆる、第二作法が広まるにつれて、 伴奏楽器としてのリュートに対する要請の変化から新たなタイプのリュートが作られるようになった。フィレンツェのカメラータでは古代ギリシアの音楽の復興をその目的として活動していた古代ギリシアのリラに相当する楽器としてキタローネ、テオルボが作られた。これはバスリュートのような大きなボティのリュートのネックに長いサオ状の拡張ネックを取り付けそこに長い弦を付加したもので バスリュートよりも低く強い低音を実現させている。このような超低音は、物議の,の劇的な感情表現の表出に効果的であった。キタローネ、テオルボは、通常14コースあって、すべてのコースは単弦で張られる。低音拡張弦には、指板がなく、常に開放弦で用いられた。同時期に、拡張弦を持つ、似たような楽器として、 アーチリュートやリュートアティオルバートが作られている。テオルボやアーチリュートには様々な大きさのオリジナル楽器があるため、これらの種類の楽器の標準は存在していなかったと思われ、テオルボとアーチリュートの楽器としての区別はしばしば曖昧であり、これらは単に長弦の違いと理解することもできる。高キルネ酸水スリュートは和音を演奏できる楽器であり、テオルボや アーチリュートは低音を演奏できる楽器でもあったため、その後のバロック期にはあらゆる場面でチェンバロと共にツーソーンの楽器として用いられた。バロック期にもリュートは独創楽器としてよく用いられた。17世紀のフランスではスティルブリゼと呼ばれる独特の分散和音を用いた作品が作られた。 フランスのバロック音楽ではそれまで以上に不協和音が複雑化し、二度の音程を多用するようになったため、コース数を増やし、コースの間の音程を狭くする長弦、バロック長弦、各期参照が用いられるようになる。初期には11コース、その後13コースの楽器が用いられ、これらを今日ではバロックリュートと呼んでいる。これらの楽器はしばしば比較的大型の、 ルネサンスリュートを改造して作られた。17世紀後半から18世紀前半ドイツでは、テオルボ型の拡張弦を持つバロックリュートが作られ、しばしば、ジャーマンテオルボと呼ばれるが、長弦の上では、バロックリュートの一種である。リュートは、バロックの終焉と共に急速に衰退していく。その要因としては、早く交代する和音への対応が、困難であること。 音量が小さいことなどが考えられる。その後リュートはハイドンの時代あたりまで生産され続けたが、やがて一般的な演奏用途からは完全に姿を消した。なお、ドイツではマンドーラと呼ばれるロックコースの楽器がリュートが全く廃れてしまった後も愛好された。その後、ドイツでは1850年頃から1920年頃にかけてマンドーラの子孫にあたるリュートギター。 英語、ドイツ語、と呼ばれる、単元六元で、ギターと同じ調律をする楽器が作られた。二十世紀の初頭、リュートは、歴史的な楽器への関心の高まりによって復活する。小楽器の復元で知られるアーノルド・ドルメッチは、リュートやビュエラの再現も試みた。また、オットリーのレスピーギのオーケストラ曲、リュートのための古風な部曲とアリアによってリュートは広く。 一般に知られるようになったとも言われる。リュートのための古風な舞曲とアリアの多くの部分は、音楽学者、オスカル・キレゾッティが所有していた、が紛失してしまったルネサンス期のリュート音楽の原稿を主にしている。歴史的楽器復興の動きは20世紀後半の古学復興によって、さらに加速された。初期のリュート研究家、演奏家としては、ドイツのバルター・ゲルビヒ。 ケルン音楽大学のミハイル・シェイファー、ロンドン王立音楽大学のダイアナ・プールトン、バーゼル・スコラ・カントルムのオイデン・ミューラーイコール・ロンボは等が挙げられる。また、ジュリアン・ブリームなど、リュートの演奏を兼任するギター奏者も現れた。今日では、ヨーロッパの多くの音楽大学が、リュート化を設けており、録音や文献、楽譜も揃ってきた。また、 アメリカや日本を含めた数多くの国で、リュートの協会が設立されている。日本人のリュート奏者も近年増えてきているため、国内でも演奏会を聴きに行ったり、教室でリュートを習ったりすることができる。リュート復興初期には、ギター製造の技術で、形状だけをリュートのようにした技似的なモデルが作られていた。博物館や個人の収集で残存する。 歴史的な楽器を研究することによって当時のリュートがどのような楽器であるか知ることができる。これらの歴史的楽器をオリジナル楽器という。20世紀後半の古学復興では様々な楽器に対してオリジナル楽器の研究が進み、これをコピーすることで往年の音を復元しようとした。これらコピー楽器はオリジナル楽器に基づいて設計されたことを含意してヒストリカル楽器などと呼ばれる。 今日では様々な個人制作家が幅広いモデルに基づいたヒストリカルなデュート制作しており、制作家に依頼することで誰にでも入手可能である。なお、オリジナル楽器のほとんどは経年劣化で演奏不可能になってしまっているが、一部には演奏可能なものもあり、非常に貴重である。また、博物館に残されている楽器には、造形や別光をはめ込んで装飾したり、 時には、ボディ自体を造形で作ったような過剰に贅沢なものが、しばしば見受けられる。これらは、装飾的価値のために保存されたと思われるが、それが、今日のヒストリカル楽器の制作に役立っている。現代に作曲された曲も、わずかにあるが、レパートリーの大半は、歴史的な写本や印刷物からのものである。多くの作品が古い楽譜の複製の形で、 リュート奏者の間に流通し演奏されているが歴史的な資料は膨大であり今日広く演奏されているのはほんの一部に過ぎない伝統的なリュート音楽はほとんどがリュート用のタブラチュアで書かれている最も初期にはリュートは主にトルバドゥール銀融詩人などが歌の伴奏として用いていたと思われている前期ルネサンス時代には 世俗の歌や宗教曲のメロディーを織り込んだ曲が、即興的に演されていたと考えられているが、大部分は、楽譜として残されていないため不明な点も多い。引き続き歌の伴奏として用いられる一方、リュートのみのソロやデュオが発達した。1507年には、フランチェスコ・スピナチーノの、リュートのためのタブラチアが、ベネツィアの独占出版業者であるオッタ・ビアーノ、 ペトルッチによって出版されたが、これが活版印刷で出版された最初のリュート用タブラチュア曲集であると言われる。この中には一部のスピナチーノのオリジナルとともに、ヨハネス・オケゲムやアレクサンダー・アグリコラ、ハインリヒーザーク、ジョス・カンデ・プレといった作曲家の有名なモテットやシャソンなどのポリフォニー作品の編曲が多く含まれている。リュートのための独作品は、 これら対法的な作品の模倣から始まった。このような対法的作品としては、フランチェスコ・ダ・ミラノのものが有名である。スピナチーノの曲集の出版の翌年1508年には、ホア,アンブロジオ・ダルサのリュート・タブラチア州が、同じペトルッチの手で出版された。こちらには、パワーナやサルタレロといった部曲が多く含まれている。 これら部曲もルネサンス期のリュートの重要なレパートリーを形成した。これらペトルッチの手になるタブラチュア州によって15世紀末までにはリュート奏者が高い音楽性とそれ以降と比べても遜色ない卓越した技術を持っていたことを知ることができる。イギリスのリュート奏者ジョン・ダウランドはリュート伴奏付きの読唱曲リュートソングと共に リュートの特質を生かした多くの独奏曲を残したが、その多くは、パバン、ガイアルド、アルメインといった部曲に基づいている。ルネサンス末期に登場したモノディは、伴奏楽器、通奏低音楽器としてのキタローネのレパートリーを形成している。このような作品は多数作られたが、ジュリオカッチーニの新音楽や、クラウディオ・モンテベルリの音楽の改虐などが特に有名である。 モノディは後に、オペラのレチタティーボやアリアに発展していき、テオルボやアーチリュートは、ヨーロッパ中のイタリア風、バロックオペラの中でこれら各局の伴奏楽器として、用いられた。テオルボ、またはアーチリュートの伴奏を伴ったモノディ様式は、リュートソングの伝統のあるイギリスで特に長く、愛好された。モノディと共に現れた第二作法は、リュートの独奏曲にも影響を及ぼした。 イタリアで活躍したリュート奏者、ジョバンニ・ジローラモ・カプスペルガーや、アレッサンドロ・ピッチニーには、キターネや、アーチ・リュートなど、拡張低音源を持ったリュートのための独奏曲を作曲した。彼らの作品の中でもトッカータはこの時代の新しい形式であり、オルガンやチェンバロの音楽の影響も色濃い。17世紀フランスでは、イタリアとは違ったリュート音楽が形成された。 部曲を中心としながらも、スティルブリゼと呼ばれる、分散和音奏法を用いた、独特の優雅な音楽を形成した。いくつかの部曲を一組にする組曲が定着したのも、この頃である。分散和音による、火星進行で生じる二度のかがり止めは四度を基本と、する、ルネサンス調弦では極めて演奏が困難であるため、様々な、新しい調弦法、スコルダトゥーラが試みられたが、 二単調調弦と呼ばれる調弦法がやがて標準になった。スティル・ブリゼはバッハに至るまで続く、フランス風後期バロックの音楽、特に鍵盤音楽に多大な影響を与えた。この時代では、ルネ・メッシサンジョー、エヌモン、ゴーティエ、ドニ・ゴーティエ、シャルル・ムートン、ジャック・ガロー、ロベール・ド・ビゼーなどの作品が有名である。 17世紀のイギリスにおいても、リュートは依然として、そうされていたが、フランスの影響が多大であり、フランス出身のジャック・ゴーティーが名声を博した、トーマス・メイスが表した、音楽の記念碑、ミューズック、エス・モニュメントは、一部が、リュートの教本になっており、当時の双方を知る上で貴重な文献となっている。17世紀末には、フランスやイギリスでは、リュートは、 急激に廃れていったが、18世紀にも、ドイツ周辺においては、幾人かの優れたリュート奏者がいた。これらの地域でも初めは、スティルブリゼの影響が大きかったが、ボヘミアの伯爵であったヤン・アントニー・イン・ロジーラの作品に見られるように、次第にイタリアのカンタービレ、歌うような式を取り込むようになった。ドイツのリュート音楽で最大の巨匠とされるのは、 ドレスデンの宮廷で音楽家として最高級を得ていたシルビウス、レオポルト・バイスであり、様式、技巧の面でバロック・リュートを完成に導いた。また、リュートのコース数を13コースに拡張したのも、バイスの草案によるものとされる。プロイセンの宮廷リュート奏者、エルンスト・ゴット・リープ・バロンは、ヨハ・マッテゾンのリュート批判に対する応酬として、リュートに関する重要な書物。 楽器リュートの歴史的、理論的、戦的研究、ヒリシュ、テイアレーティシャウントプラクティスキーアンターサチュアングで、インストラメンツでアラウトン、砲台、リュート、神々の楽器を著述した。バイスと同時大臣のヨハンゼーバスティアンバッハもごく少数の、リュート用と思われる作品を残しているが、残されている、自筆布はタブラチュアではなく、通常の楽譜で寄付されている。 このことから、バッハ自身は、リュートは演奏しなかったという説が強い。バイス以降も全くリュートが弾かれなくなったわけではなく、アダム・ファルケンハーゲンや、ベルンハルト・ヨアヒムハーゲンらは、高い水準のリュート曲を残した。あまり知られてはいないが、古典派音楽の時代においても、カール・コハウトなどに単調長弦のリュートを弾く、音楽家は存在した。 近代以前の曲で二単調長弦のリュートのために書かれた最後の曲と思われるのはクリスティアン・ゴットリープ・シャイドラー1752から1814のモーツァルトの主題による変装曲である。リュートのチューニングはギターと同様4度を基本としており6コースのルネサンスリュートでは1コースより4度、4度、3度、4度、4度で長弦される ギターとサンドの位置が違うことに注意。今日では、テナーのルネサンスリュートは、第一コースを G とし、以下、G のように調弦することが一般的であるが、歴史的には1コースを A に取る調弦も一般的でったと思われる。また、主に正規ルネサンスでは、第5コースの復元をオクターブに調弦することもあった。コース以上のルネサンスリュートび、アーチリュート、 リュートアティオルバートでは、1コース増えるごとに、全音波の音を付け加えるのが原則となるが、7コースの楽器では、第7コースを、8コースの楽器では、第8コースを、第6コースの4度下、G から始まる調弦ならばに調弦することも多い。14コースのアーチリュートで、第1コースを G に調弦すれば、最低音は、位に達する。テオルボでは、現長を長く稼いだため、 1> 第1コースと第2コースを蒸気長原よりも1オクターブ下げて調弦していた。このため、開放弦で2度の音程が現れ、中高期バロックの火星に対応しやすかったことが、テオルボが18世紀まで通奏低音楽器として用いられた理由の一つであると考えられる。バロック長弦は、リュート双方を追求していく過程で、記述の通りルネサンス長弦では演奏の難しい2度音程を、 多様する不協和音を使用するために考えられた変則長言、スコルダトゥーラの一つある。今日はロックリュートの長言といえば、いわゆる二単調長言を指し、歴史上も十七世紀中頃から、この長言が最も一般的となり、事実上の標準として定着した。初期の変則長言としては、ヤギの長言やマーキュリーの長言などが有名である。今日では一点に、すなわち、 A を440から 442Hz とするピッチがあらゆる楽器で一般的であるが、リュートが盛んに使われていた時期は地方や時代によって様々なピッチを使用していたことが分かっている。ある時期、ある地域で使用されていたピッチを知るのに最も分かりやすいのは歴史的な感覚器やオルガンのパイプの長さを調べることである。なぜなら、例えば管楽器では、 ピッチは概ね管の長さで決まってしまうからである。リュートのような弦楽器では弦の太さや張力を変えることで様々なピッチに対応できるが実際は楽器固有のピッチが存在している。同時代の書物にリュートの位置コースは弦が切れない限りにおいて可能な限り強く弦を張るように指示があるからである。弦が破断するか否かは断面積あたりにかかる張力の限界値で 物理的に決定され、これは弦の材質固有の値である一方、弦長が一定であれば断面積あたりの張力で、音の高さも決定される。したがって、同時弦楽器の弦として用いられていた、ガット弦の破断張力、比重などの物性を考慮に入れれば、楽器の弦長によってその楽器の一コースのピッチが、概ね決定できる。このようにして調べると、楽器のピッチは、 実に様々であったということがわかる。なお、同様の論法は、チェンバロなどの楽器にも適用できる。現代の演奏では、A イコール 440Hz の他に、バロック音楽では、歴史交渉上、または合奏のための実利的な事情などを考慮して、A イコール 415Hz、A イコール 466Hz、A イコール 392Hz などが用いられる。 これらは A イコール 440Hz から平均率の半音刻みでずらしたピッチである。リュートにはギアなどチューニングのための特別の仕組みはなく、長弦自体は特に難しくはないが、弦の数が多いのでとても面倒な作業になる。私たちは楽器に向かう時間のうち半分をチューニングに使い、残りの時間で演奏するという冗談が残されている。リュート奏者は 人生の3分の1を上限に費やすというものもある。チェンバロ奏者に関しても同様の調律に関する冗談がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。